続いてまいりましたのは本場徳島から来ていただきましたアホーレンの皆様です。アホーレンは昭和32年1948年に結成され、今年で76年目を迎えました。肩に染め抜かれた破れ傘のデザインは結成当時と変わらず、先人たちが作り上げ引き継いだアホーレンのシンボルとなっています。ほっかむりをして提灯を持ち、豪快かつ奔放、泡虫の踊りを守り続ける勇壮な男踊り、凛とした姿勢から繰り出す差し足の舞踏で寒さに美しさを兼ね備え、次々と形を変えていく集団美の女踊り、そして成長泡止め期の鳴り物の達人たち。アホーレンは数々の新創作を生み出しながら、その時代時代に合った和踊りを作り上げ、中でも唯一無二の女踊りが舞う逆踊りは徳島の夏の風物詩ともなっております。アワのあの字はアホーのあの字。さあ皆さんご覧ください、これがアホーレンです。
下のお越しの菅俊子様。